イオンモール伊丹混容は、兵庫県伊丹市池尻に立地する、イオンモール株式会社運営のモール型、ショッピングセンター。三菱電線工業伊丹製作所の跡地の再開発により、2011年3月25日に開業した。計画当初は、イオングループ企業の一つであった、株式会社、マイカルの伊丹西サティを各店舗とする、イオン。 痛み西ショッピングセンターであり、2008年秋、開業の予定であったが、リーマンショック後の消費不振などの影響で開業が延期されていた。開店直前の2011年3月1日を、もってマイカルは、イオンリテールに吸収合併され、同日をもって、サティを含む各店舗ブランドは、イオンに統一された。この結果、店舗ブランド統一後のイオンリテールにとっては、 西日本発の新規出店となっており、各店舗は総合スーパーのイオンとなった。2011年から進められたイオンの大型ショッピングセンターの名称のイオンモールへの統一に伴い、同年11月21日にイオン板見根み用ショッピングセンターからイオンモール板見根み用へ名称が変更された。2013年11月から イオンリテールの運営していた大型ショッピングセンターを、イオンモールの運営に委託することになったことに伴い、同社の管理運営に移行した。投資施設から半径約4キロメートルの範囲内だけで、阪急西宮ガーデンズや、スカといった競合する他社の運営する、大型ショッピングセンターがあるだけでなく、自社競合となる、イオンモール。 痛みテラスも存在するなど、大型ショッピングセンターだけでも多数の競合施設が存在していた。そのため、近隣の人口密集地からの集客が競合施設に阻まれることになって、実質的な証券規模が小さくなるため、売上確保が厳しいショッピングセンターと見込まれていた。そうした実質的な証券規模の小ささに対応するため、 自転車利用の多い近隣住民を考慮して、駐輪場を多めに用意するとともに、近隣に多く住む子供のいる世帯を対象にした店舗や商品を多く取り揃えている。このように店舗面積は広いが広域から集客を主眼としていない形になっており、事実上近隣型のショッピングセンターとして開業することになった。ソーラーパネルが廃された。 外壁電気自動車充電ステーションあたり施設では地球温暖化などの環境問題に配慮したエコストアとして省エネルギーに取り組んでおり従来型の同規模の施設との比較で二酸化炭素の排出量を約30%の削減を目指しているその中核的な設備としてそのうちの約60%に当たる2340トンの削減を目指すのが 空調関連である。そのため、日本の商業施設として、初めてオゾン層破壊係数と、地球温暖化係数がともに、ゼロのアンモニア冷媒空調機の採用したほか氷蓄熱システムと、インバータターボ冷凍機を組み合わせたシステムを、空調の主力にすることで、夏場の一部時間帯に偏りがちな冷房による、電力消費を平準化を図るとともに、 高効率の空調システムとしている。また、遮熱効果を持つ服装ガラスや、自然の風を土の中を通して用いることで空気を入れ替えるシステムも導入している。その他にも、屋上全面には京セラが導入した1 1 6 0ット分のソーラーパネルが設置されており、自然エネルギーによる発電を導入している。さらに、EV。 PHV での来客者向けに、無料の200ボルト普通充電スタンドを駐車場内に4台分設置されている。投資施設は、日本国内の商業施設としては、最大級の緑化計画が施されており、約1万300本の食事を行っている。そのため、イオンふるさとの森だけでなく、草木や生き物などを観察するとともに季節を感じることが、できる。 せせらぎの森、痛み昆虫館のアドバイスを受けて町長が生息可能な環境を整えたバタフライガーデンといった緑地帯を設けている。また壁面緑化や約530台分の芝生で覆った駐車場といった商業施設として利用している部分についても緑化を行っている。工事期間中に発生した残土6 4立方メートルの うち敷地内で35,219立方メートルを再利用して、搬出量を抑制し、建設廃棄物は、全体で約4,300トンのうち約76%を再利用して、最終処分量を約1,000トンに抑制している。開業直前の2011年3月11日に、発生した東北地方太平洋沖地震を受け、開業当初から、 募金活動や、店内の節電が実施されている。開業時には、イオン・イタ混用店を各店舗として、助神やユニクロなど159店舗が出店していた。また、公共施設の伊丹市役所西分室や、伊丹市立図書館西分室も入居している。専門店、テナント全店の一覧、詳細情報は公式サイト。 ショップレストランを営業時間及び ATM 稼働時間の詳細は公式サイトインフォメーションを参照。伊丹市立図書館西分室はイオンモール伊丹混用の2階で開業と同時に開け出された伊丹市立図書館の分室。蔵書数は2014年時点で約3万冊で2016年に市内東部の過密分室が分館へ昇格して以降は 唯一の分室となっている。事実上の前身は、現在の分室が入る4モール痛み混用から、南東へ約400メートルほどの池尻に、自動遊園で1985年に開け出した池尻分室で、開室日時は、毎週水、金、日曜日の13時から16時30分のみとなっていた。池尻分室は、 西分室が平け出した翌2012年に、私立図書館本館が、伊丹市役所裏手の戦争から宮の前へ移転した、時期と重なった関係で、1年程度は、西分室と、並行して、平け出していたが、原本館の開館に伴い、2012年6月30日をもって、伊丹市立伊丹小学校内に設置されていた、伊丹分室と共に廃止されている。 市内の3カ所に設置されている文館はそれぞれ指定管理者を導入しているのに対し、西文室は本館とともに、伊丹市教育委員会の直轄となっている。西文室の救出日は本館に準じており、毎週月曜日に設定されている。開出時刻は曜日にかかわらず10時から19時。貸出条件等は本館に準じるため、 痛み私立図書館利用案内を参照のこと。ありがとうございます。